どうぞ、これ生姜湯です。生姜湯ありがとう。美味しいな、はい、バーッと体が、ね、うん、こうぬくもるんで、冬の寒い時はものすごく、この売れ行きがすごく、生姜って感じやな。佃煮、はい、ジャム、ジャムです。これがお味噌です。生姜味噌。佃煮がこれですね、おじゃこ、うん、あの和歌山の生姜と和歌山のちりめんを入れております、うん、へー、はい、でジャム、これジャムですね。これホットミルクとかに入れていただいたら、うんうん、あとあのヨーグルトとかですね、乳製品によく合います、うん、はい、これお味噌は普通に、お味噌はもう田楽味噌とか、うん、おでんの上に乗せていただいたり、味噌カツとかですね、うん、きゅうりの上に乗せていただいたり、うん、何でも食卓の上に置いていただいたら料理の何でも合います。これ生姜のパウダーです。生姜のパウダーどんなやつか、これはですね、焼き飯の調味料とかですね、うん、あとうだ風邪ひいた時に、うん、うがいとかよく殺菌作用ありますので、うんうん、よく効きます。あとお味噌汁とかの具にもいけますし、うん、あと冷ややっことかですね、生姜のチューブの代わりにいろいろ使えますので、ポケットに入れてカバンに入れていただいたら、いける、はい、いけます。220円、シロップ安いもんなんや。これがですね、生姜アイス、冷やし飴、ジンジャーエール、生姜湯、生姜アイス、ジンジャーエール、生姜湯、で冷やし飴、懐かしい冷やし飴、はい、これで自分で作れんの？自分で作れます。あ、そう、はい、へえ。で、あと豚の生姜焼きのタレに醤油とこれを適当に入れていただいたら豚の生姜焼きが、あ、これめっちゃ便利やな、はい、へえ。